こんばんは。8月10日月曜日夜の FX フラッシュです。フォレックス TV ジャパンの高橋がお送りします。この時間は今日1日の東京マーケットの動きと午後6時現在のヨーロッパ・ニューヨークマーケットの市況を予想します。今日の東京タイムはクロスを含めて円が小幅高となりました。ドル円は早朝の97円70銭台を高値に緩やかな右肩下がりとなり、一時97円10銭レベルまでやや緩む局面も観測されています。新規の材料というよりも先週末の急激な円安に対する調整的な動きが先行したほか、久しぶりの円安値圏ということで輸出企業の為替予約なども活発でした。このほか週末に一部イギリス紙が12日発表の四半期インフレ報告で BOE イングランド銀行は経済成長率見通しを引き下げる可能性があるなどと報じたことが嫌気され、ポンドはやや冴えない値動きをたどっています。続きまして欧米市場の見通しです。テクニカルに見た場合、ドル円相場は先月24日から続く94円から96円といった2円程度のボックス相場を先週末しっかりと上抜け、一時97円後半までドル高が進行しています。またチャート的にはその過程で年初来高値101円45銭を起点とした中期下降トレンドライン96円35銭もしっかりと超えてきたことになります。いずれにしても基本的なリスクがドル高円安方向に高いことは間違いないでしょう。こうしたドルの次のターゲットは先週末の高値97円80銭レベルで、これは年初来高値101円45銭を起点とした下げ幅のフィボナッチ 61.8% 戻しに近い水準です。ここを超えると6月高値の98円90銭レベルを目指す展開が予想されそうです。先週末のドル上昇スピードが速いため目先は調整の継続も予想されますが、それでも下値は96円80銭レベルにある一目均衡表の先行帯の雲の上限程度まででしょうか。ドルの下値も底堅そうです。そうした中、今日の欧米タイムに予定されている主な材料はご覧の通りです。アメリカの経済指標や企業決算などで特に目立ったものの発表予定はありません。そうした意味ではやや取引しにくい環境と言えるかもしれません。しかし今週も11日から13日にアメリカ国債の入札、12日には FOMC アメリカ連邦公開市場委員会の結果発表など、1週間を通してみると注目材料は少なくありません。今日も株価や債券などを横目で睨みつつ、週間を通した注目材料を意識した展開が予想されています。以上、夜の FX フラッシュをお送りしました。